今回はビジネスコンサルタントで、シュナ著書ではカエルを食べてしまえなどで知られるブライアン・トレイシーの言葉を紹介します。人生での成功や目標達成、そして幸福の実現においては、ただ一つ最も重要な法則が存在する。それは最も大切なポイントを見極める能力が、あなたの人生においてどれだけのことを達成できるかを決める。人生や仕事の質を高めるためにできることは、本質的には4つの方法しかない。 1. 重要なことを増やす。あなたにとってより大切なことや意味が感じられることに時間や行動を増やして、より力を入れる。 2. 重要でないことを減らす。比較的重要でないことは、それを減らしたりどこかで中断する。 3. 新しいことを始める。あなたにとって役立つ新しい技術を身につけたり、新しいプロジェクトや活動に参加する。 4. あることを完全にやめる。客観的な視線で人生を見直し、あなたが欲しいものや目指す方向と一致しないなら完全に手を引く。以上の4つが人生の質を高める方法だ。自分自身の人生に責任を取れ。最も重要な人生の選択とは、現在と未来の自分の姿に全て自分が責任を取ると決めることだ。この決心は間違いなく人生の大きな転機になる。こうして自分自身に責任を持つかどうかが、優れた人物と平凡な人物をより分けるのだ。一度決意したら、これから先どんな理由があっても自分の人生について他人に責任転嫁してはならない。自分にこう言い聞かせるのだ。私には責任があると。自分の生活に全く満足していなくても、私には責任があると言おう。そして一生懸命生活を変える努力をしよう。失敗しても自分で責任を取り、解決方法を探す努力をしよう。責任を取るほど自信は高まり、未来のためのエネルギーが湧いてくる。そして責任を取るほど、ますます自分の能力や才能を信じられるようになる。人生は注目することを学ぶ場である。何かに注目すると、自然とそこに気持ちが向く。人生で何かを達成するには、より価値の低い行動から価値の高い行動へ注目の対象を変える能力が必要である。意識が変われば成果も変わる。注目されている行動は、注目されていない行動に比べて高い成果が期待できる。これは私たちの人生を素晴らしいものに変える鍵となる。あなたが何かの仕事に取り組んでいるとき、その仕事を強く意識すると、いつもよりいい結果を出せる。自分の行動の隅々に注意を払うので、何も変えずに仕事をしているときに比べ、仕事の効率が高まる傾向があるのだ。最も大切な行動に注意し、強く意識すれば、あなたの業績はますます向上するのだ。習慣が運命を決める。あなたの行動のほとんどすべては、あなた自身の習慣によって決まっている。朝起きてから夜寝るまで、習慣があなたの言動や周囲の人への反応をコントロールしているのだ。人生で成功する人は、人生をより良くする習慣を身につけている。思考や行動の新しい習慣を身につけるには、かなり努力が必要かもしれない。しかし、ひとたび習慣にしてしまえば、
より少ない労力で大きな成果が得られるようになる。一般的に良い習慣を身につけるのは難しく、悪い習慣を身につけるのは簡単だと言われている。良い習慣を身につけて、それを行動原理にするのがあなたの課題である。同時に悪い習慣を排除して、悪い習慣が悪い習慣を呼ぶ悪循環に入り込まないようにしなければならない。なぜなら、身についている習慣があなたの未来を決定づけるからである。何事にも分かりやすく明快に。分かりやすさが何より大切である。ベストの行動を選択して生産性を倍増させるには、自分がやり遂げたいことが明快でなければならない。そうすることで、目標に達成するための最善の方法を見つけ、とことん追求できる。新しい情報に目を開き、フィードバックを謙虚に受け入れ、自分の間違いを訂正しよう。独りよがりになってはいけない。事情が許す限り、いろいろな方法を試してみよう。そしてしっかりと自分の力で行動しよう。成功は偶然ではなく、失敗も偶然ではない。成功にも失敗にも特定の原因がある。あなたが手に入れたい結果があるならば、以前はその結果を手にしていなかったが、今は手に入れている人を見つけ、その人物と同じことを実践すればいいのだ。成功者と同じことをすれば、最終的にはあなたも同じ結果を得ることができる。どんな目標も、あなたより先にそれを達成した人々がどうやってそこにたどり着いたかを見れば、あなたの人生も思い通りにできるのだ。哲学者のバーナード・ラッセルはこう書いている。何かをやれるという最良の証拠は、他人がすでにそれをやり遂げたという事実である。エイブラハム・リンカーンの言葉では、誰かが成功を収めたということは、他の人にも同じことができるという証明である。すべての原因はあなたの思考にある。私は原因と結果の法則から、自分の思考が物事の原因であり、その結果としての現状があるという一番重要な教えを学んだ。言い換えると、あなたの考え方次第であなたの人生の過ごし方が決まるということだ。成功する人は失敗する人と違う考え方をする。もしあなたが成功者の考え方を身につければ、成功者と同じ結果を味わうだろう。楽観的に考えよ。成功者は楽観主義という資質を持っている。つまり、自分自身や他人に対していつも精神的に前向きな姿勢を持っているのだ。楽観的で積極的であるほど、エネルギーに満ち、熱意にあふれるようになる。さらに、楽観的であるほど想像力も豊かになる。新しい可能性に目を向け、素晴らしいアイデアを思いつき、目標にもっと早く到達できる。人生どんな場面においても、もっと楽観的になるべきだ。楽観主義こそ、あなたが身につけるどの資本よりも未来の成功と幸福を約束してくれる。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。あなたの言葉が私を勇気づけます。それでは次の動画まで。さようなら。